はい、では本日の2曲目になります。こちら私のキラーチューンかな優しい気持ち、こうデートで結構よく歌ってた曲です。優しい気持ち、チャラの泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知るのよ。無邪気な心で私を笑顔へ導いてほしいの。ぎゅっと私を抱きしめて Someone いくけど、どこがあなたの理想だとしても、この愛が自由を拷問する。でもだって私から泣いて手をつなごう、私と同じ年 の、 あの女の子で、私の候補をしてくれるって言ってね、すごい言ってくれたんですね。候補に、ね、なるからって、ね、してくれるって言ってくださった、あのビシグジョちゃんがいてくれて、その子もこの同じやっぱ世代だからね、すごい私がこれ何歳ぐらいの時だったのかな、高校生ぐらいの時だったのかな、すっごい流行ってて、この曲がね。だからすごい、その子も好きっていう風に言ってたんですけれども、なので本当に多分私と同じ1980年くらい の、 方だったら、もうこれ耳たこぐらいすっごい流行ってたからよく聴いてた曲なんじゃないかなと思うんですけれども、なので私も好きでね、これよくカラオケで歌ってたんですけれども、女の子でも好きな人いいと思うけど、やっぱりね、なんかすごく男性受けが
よくてですね、この、まあ、今私が歌ってみんながどう思ったかはちょっとわからないんですけれども、当時やっぱりすごい、これを歌うと、なんか、やっぱり男の人はすごく喜んでくれるなっていう印象が強い曲ですね。なので、私も、女の子と男の子と、両方いるようなね、何人かでカラオケに行く機会があったんですけれども、まあ、そんなに数は少ないんですけれども、その時に、私がこれを歌ったらですね、やっぱなんかすごい男の子たちがなんか喜んじゃってね、なんかテンション上がってる感じで、なんかその中の一人の男の子がこう私と手をつないでこようとしてるぐらいな、ちょっとね、ふざけてるかわかんないんですけどね、なんかすごいご機嫌になっちゃって、なんかニコニコしちゃってね、なんかそんなようなこともあったかなっていうような感じで、なんか結構男性受けするというか、これ彼女が歌ったら、やっぱ彼氏のテンションも上がるというかね、喜ばれるのかなというふうに思って、ね、で、あんまりね、ね、その気がない場合は歌わない方がいいと思うんですけれども、あんまり、まあでも、全くその気がない人と二人きりでカラオケあんまり行かないかもしれないですけれどもね。はい、なので、でもすごいこの、ね、彼氏に、なる一歩手前とか、いいなと思ってる人とか、この人に告白してもらいたいなとか、できればうまくいきたいな、付き合いたいなって思ってる人とデートでね、カラオケに行くことになったりとか、まあ、既にもうね、付き合って相思相愛になってる場合でも全然いいと思うんですけども、これ歌うと、もしかしたらね、ぐっと距離が縮まるかもしれないというか、でその気になっちゃうかもしれないなと思って、一応いいなと思ってる男性がいる女子、微妙な時の関係の時とか、ね、ぜひ歌ってみてください。多分、まあ、向こうも自分をちょっとでもいいなって思ってくれてる場合はですけれども、すごい喜んでもらえると思います。ありがとうございました。チャラの優しい気持ち聞いていただきました。